強い雨がグラウンドを濡らします。レインカップ決勝戦、中日ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発梅津、マウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。これが2球目、引っ張った、バッターは2番に入っている武藤。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー梅津、そしてキャッチャーは石橋。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。バッターボックスは3番ヌニエス、ツーアウトになっています。さあこれで決まるのか。打ちました、ライトに上がった。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の山下。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。6球目は何で来るか。よく見極めました、フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。これでアウトを増やさずに1打席打ちました、いい当たり。さあそしてバッターボックスには荒木が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。セカンドランナースタート、三塁はタッチアウト、盗塁失敗。西さん、盗塁は失敗してしまい、打ちました、これはどうだ。打順は4番レビーラ、ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート、盗塁成功です。これで1打先制のチャンスです。ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。初球は何で来るか。打ちました、流しました、打球はレフト。ドラゴンズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0ドラゴンズ試合の主導権を握ります。2球目打ちました、この当たりはどうか。しかしこの回ドラゴンズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0ドラゴンズ先制です。2回になります。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターボックスは4番井上。ドラゴンズ1点リードで迎える序盤です。さあ1点を先制してのこの回の打ちました、高いバウンド。バッターは DH 安田。梅津、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました、打順は6番増田。ツーアウトになっています。この回の梅津3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょう。インコース打ちました、いい当たり、これはどうか。
バッターは7番に入っている万波。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ外してくるのか、振っていきましたが三振。ボール球を振ってしまいました。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。1対0、ドラゴンズが1点差を守っています。2回裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、石橋が打席に入ります。ドラゴンズ1点リードで迎える序盤の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。打ちました、いい当たり、レフトへ打球伸びる。インコース詰まりました。バッターは9番に入っている平田。ツーアウトになっています。これが6球目。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終了、1対0、1点リードはドラゴンズです。3回の表、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている宇佐美。ドラゴンズ1点リードで迎える中盤です。さあ里崎さん、打ちました、これはどうか。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで内野陣外野陣そしてバッターボックスのバッターも下げて、今両軍ベンチに下がっていきます。さあどうなるでしょうか。依然雨足が強くなっています。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。バットに当たりません、三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の銀次。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。三振になります。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。インサイド打ち上げました、右中間に上がった。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1対0、ドラゴンズが1点差を守っています。3回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは伊藤。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズ1点リードで迎える中盤の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。まず何を投げてくるか。キャッチャー送球して、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。この盗塁は大きい。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。まあフルカウントは案外ボール球、ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。これでノーアウト満塁、点差が開いていくか。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。中間守備で来てますから、外のボール打った、大きいぞ。レビーラきっちりと犠牲フライを決めました。さらにリードを広げます。きっちりフライ打ってきましたね。まあ次は勝負強いバッターですから、また得点に結びつけてくれるんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかる土田が打席に入っています。
まあ向こうは閉鎖線を狙って、ジャストミート、ドラゴンズ追加点を挙げました。3対0、リードを3点に広げました。打席には6番バッター岡林。ドラゴンズこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。これが7球目、インコース詰まりました。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあランナー残っていますし、なんとか得点につなげていきたいですね、そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の石橋が入っています。見極めてフォアボールです。さあそして打席には溝脇が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど。そう、変化球打った、高いバウンドになった。4回の表、マリーンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ヌニエスがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れている。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて初球でした。逆方向へ打ち返された当たりはフェンスを越えてしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。これで2点差まで詰め寄られています。アウトコース打ちました。バッターは今日 DH に入っている安田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。インサイド打ちました。これはどうだ。打順は6番増田。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。5球目は何で来るか。打ちました、いい当たりだ、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて さあドラゴンズピンチを迎えています。まあ一発が怖いバッターなんで、そのあたりバッテリーも警戒してくるでしょうね。なるほど、そうですね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、コントロールミスには気をつけたいですよね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。さあ次のボールが勝負です。空振り、ここはランナーを返させません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。これから4回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。石橋が2番手としてコールされています。バッターは9番平田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター伊藤、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーなしです。打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ。打順は2番若松。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。高めのボール、これはどうか。バッターボックスには指名打者の荒木。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終わって3対1、ドラゴンズがリードしています。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるマリーンズの攻撃。打席には9番バッターワン。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。三振です、ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。梅津、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
さあ7球目は何か。打った、伸びていく、どうだ、入れば同点。フルカウントからの変化球でしたが、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ここで悔しい一発を浴びています。打順は3番ヌニエス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ここは慎重にならず、はい、ドラゴンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の森。打席には3番バッターヌニエス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。さあここでマリーンズダイソーを送ります。ファーストランナーは島田、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。初球は何から入ってくるか。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁は痛い。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナー二塁、打ち上げた、高い打球になった。5回の裏、さあドラゴンズこの回は4番から始まります。バッターはレビーラ。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。いや外野フライといえるか。引っ張った、このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。バッターボックスには5番土田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここはもう1本セカンド。バッターボックスには6番岡林。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。ここは併殺だけは避けた。いい当たりだ、ドラゴンズ勝ち越し4対3。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。マリーンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のターリー。バッターボックス溝脇。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいく、ストレート打った、さあそしてバッターボックスには平田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、チャンスはまだ続きます。まあここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、これで一気に2点取れるチャンス。右打ち、しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。5回終わって4対3、ドラゴンズが1点リードとなりました。試合は最終回まで来ました。追いかけるマリーンズの攻撃、6番バッター増田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました。7番バッター万波。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、これはどうだ。さあここでマリーンズダイソーを送ります。ファーストランナーは関根、長打でランナーが帰れば同点です。
走ってきた。キャッチャーは二塁へ。二塁タッチアウト。盗塁失敗。初球からスタートしましたが、ここは失敗に終わりました。これでピッチャーは楽になりましたよね。打ちました。これはどうか。これで3アウト。試合終了になりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本日は最後。